皆さんこんにちは、斉藤相馬です。ということでですね、本日は、EP のジャケット周りの撮影を、しました。たった今終わったんですけれども、今回そのなんか自分の中でも方向性が見えてきたというか、こうアルバムはポップなものからこういろんな形でいろんな人に聴いてもらえるような楽曲を取り揃えようと思いつつ、 EP はもうちょっとこうコアな内省的な世界観を表現しようと思って、今回の曲にちなんだような撮影をしたんですけれども、結構見た目とかも、今までにはない感じで割とこうダークだったりこうちょっとアート寄りな、写真をたくさん撮ってもらいました。今日撮ったばかりなので僕も最終的にどういう形になっているかはわからないんですけれども、またチーム斉藤相馬の新しい、魅力をお届けできているんじゃないかなと思います。それにまつわるですね、プロモーション等々もいろんな形で皆さんにお届けできると思います。ぜひチーム斉藤相馬の新しい EP、じっくりご堪能いただけますと幸いです。斉藤相馬でした。